ナチュラルソーサツブレッドを食べたいと思います。デブ飯、うん、デブも最近はねストレスでデブになってるのに、マジ太ってしまったね。ストレスありますよね。2020か25というのはやっぱり変革で、別に宗教として入ってないからね、あの自分で知って調べてくれたらいいです。それだったらね、あのリセットは本当あるんですよ。で今ね男女に関わってる人もね、そろそろ男と女とか、そういうなぜ男となのかを決めてきたのか、うん、まあ、そろそろそれを取ってもらわなきゃ、そう2024年死亡には生きていけなくなるんですね、はっきり言うと。2024号なしでちょっとね言えないとこはあるけど、第4次、産業革命だったんですね。で2024の多分1月から3月6巻でリセットがあるんですよね。世界同時リセットですね、これは。あのまあそう、政府が仕組むところも会見済みなんですね。で会社は 80% 消えるはずなんで、今の既存のものはね、スクラップ&ビルドだから、うん、なんまあ仕事に固執する必要もないし、男女とかね、もうこだわる人いっぱい今もおるけど、ちょっとそれもせた方がいいですよ。ハッシュタグでつけてる人見るけど、うん、あの男女でつけるとやっぱり役を決めたり、あのせっかく変革来てるのにね、それで違う方向にそういう持っていく意識、遊びでも持っていくとね、やっぱりね遅れんですいろいろと。本当に今ね本当に大事なところ来てるね。まあみんながこう生きていけるのか、うん、継続できないのかの境に来てるんですよ、はっきり言うと。あの分析してない人はそう思うんですよ。そういうとこ今おるんですよ、際どいとこにいるの。なんか遊び半分で、あんまり男女とかつけてほしくないのあるんですよ。つけたいんだったら2025ぐらいにしてほしい、6とかね。まあね、ほんと2020から25っていうのはね大事な時期来てるんですよ、本当に。うん、ジェンダーレスは良くないけど、LGBT は認めないといけないんですね。うん。あの、生殖機能がついてるけど、あの、どうしてもやっぱ違う人もいるでしょ。だからわざわざ外す必要もないしね。で、お風呂で佐賀とか出るんだったら、個別で入ればいいし、あの、ね、やっぱりちょっとそういう事件がよく起きてるじゃないですか。人間が動物でもやっぱその機能が発生してるからしょうがないですね。うん、同性が好きな人もいるというのが、うん、その遺伝子の分析をすれば早いんですよ、うん、生まれる前はみんな女性なんだけどね、ただ生まれる前にその生殖が出てきたか縮んで、うん、人は女性だったりね、 X で男性、 X と Y で女性だったかな、うん、X と X のと Y で、同性が好きだったり、 Y と Y と、うん、Y なのか知らんけど、そこはねそれでも女性同士が好きなの。それはね止めることはできないんですね、遺伝子の問題だから。だから男なら泣くなとか、男ならとか、まつける橋とか、まつけてほしくないっていうのは今ちょうどね、際どいとこ今来てるんだけどね、多分若いから気づかないだと思う、うん。しょうがないんだけどね。だけどしょうがないって言っても、本当に来年リセットがあるときに、なぜお金だけにこだわるのか、ね、仕事とかルーティンにこだわるのか、その同じね、良くないルーティンをね、うん、例えば、まあ、西洋医学だったりね、まあ、東洋医学のことも勉強してほしいね。ネットで書いてあるソーシャルばっかりじゃなくて自分で調べたりするのがいいんですよ、本当はね。まあ、これ第一弾もあります。